ターデュエル初心者のための遊戯王語録解説。25年の歴史を持つ遊戯王には膨大な数の語録が存在します。今回は日常でも使えそうな遊戯王語録を簡単に説明していきます。おい、デュエルしろよ。遊戯王 5Ds の主人公ユウセイの第1話でのセリフです。とある事情からユウセイはセキュリティに追われることとなります。セキュリティは逃走するユウセイを追い詰め、こう質問します。おい、そのディホイール、どこから盗んだ？まかなしか。はっ、おとりかよ。クズはクズ同士、かばい合いか？お前も逃亡を手助けしたおかげで、立派に拘束する理由ができたな。ああ、そのディホイールの出所も聞かなきゃな。それらの質問に対して、ユウセイはこう答えるのでした。おい、デュエルしろよ。このあまりにも男らしい回答に、日本中のデュエリストはことごとく感涙し、このセリフは伝説として語り継がれることとなりました。主にデュエルを申し込むときに使いましょう。腕力には自信があるんですよ。遊戯王 GX のデュエリストアモンの117話でのセリフです。アモンは悪のデュエリスト、プロフェッサーコブラと対峙します。デュエリストが二人揃えば、当然やることは決まっていますよね。アモンは上着を脱いで、こう言い放ちました。こう見えても腕力には自信があるんですよ。そして始まる二人の男によるめくるめく筋肉の応戦。デュエリストなら当然、日常的にリアルファイトを仕掛けられることもあるでしょう。そんな時こそこのセリフの出番です。おもむろに半裸になり、自慢の筋肉を見せつけつつ言いましょう。もちろんデュエルマッスルを鍛えておくのもお忘れなく。トムの勝ちでーす。トムが勝った時に使いましょう。運命よく、遊戯王 GX のデュエリスト、最王のセリフから生まれた言葉です。フィールド魔法、光の結界を発動。光の結界は、運命というルーレットにより異なる効果を発動する。最も我が運命力は今最強になりつつある。我が意に沿わぬわけはない。最王は、運命を見通し操るという特殊能力を持っています。彼はギャンブル系のデッキを使うのですが、この特殊能力によって結果を操作してデュエルするのです。使用例、ちょっと聞いてよマリサ。この前デュエルしてたんだけど、初手に手札誘発系のカードが来なくて完敗したのよ。ほんと運がなかったわ。そりゃ運命力が足りてないからだぜ。運命力って何よ。運命力の鍛え方が足りないから、初手に手札誘発が来ないんだぜ。運命力って何よ。美しい。遊戯王デュエルモンスターズのデュエリスト、海馬の54話でのセリフです。海馬は神のカード、オベリスクの巨神兵の力を試すため、ロボット相手にテストプレイを行います。ロボは巧みに攻撃をいなしつつ、ついに最強クラスの攻撃力を持つモンスター、ブルーアイズアルティメットドラゴンの召喚に成功します。海馬のライフを借り尽くそうと、うなり声を上げる究極優。絶体絶命の状況に、彼は思わず、こうこぼすのでした。美しい。美しい。とは、デュエリストにとって美しさを褒めたたえる最上位の言葉です。思わずため息をつきたくなるほどの美しいものを見たときに使いましょう。俺からすればまだ地味すぎるぜ。もっと腕にシルバー巻くとかさ。地味すぎる相手にシルバーを勧めるときに使いましょう。なんで俺に気持ちよくデュエルさせねえんだ。遊戯王ゼアルのデュエリスト、4の42話でのセリフです。4は主人公ユーマたちとデュエルすることになります。怒涛の攻撃で相手を追い詰めていく4。しかし主人公は諦めず、どこまでも食らいついていきます。そんな姿に彼はこう言い放つのでした。ムカつくぜてめえら。俺のサービスをことごとく拒否りやがって。なんで俺に気持ちよくデュエルさせねえんだ。俺はお前たちが苦しむ姿を見ていたいんだよ。なんなのあの人。苦闘のざれ言と切り捨てることのできない、勝利を追い求めるデュエリストの心理をついたセリフではないでしょうか。使いどころとしましては、デュエルを優勢に進めていたがなかなか仕留めきれず、最後には逆転を許してしまった時などに言い放つといいでしょう。その時はできるだけ小物になりきるとグッドですね。奴はデュエルで拘束せよ。テロリストをデュエルで拘束する場合に使いましょう。底知れぬ絶望の淵へ沈め。聖なるバリアーミラーフォースというカードをご存知でしょうか。かつて強力だったこのカードも、インフレという名の時代の流れに飲まれ使われなくなっていきました。遊戯王ブレインズのデュエリスト、リボルバーはある日、意外なカードを使いました。アニメ39話でのエピソードです。そのカードとは聖なるバリアーミラーフォースでした。インフレが極まった現代遊戯王に突如として放たれた過去からの一死。ミラーフォースで相手の場を壊滅させたリボルバーは、余裕の勝利を収めます。その時のセリフこそがこれです。そこすぐ絶望の淵、沈め！そう、この日、古参デュエリストは思い出したのでした。
ミラーフォースというカードに秘められた恐ろしさを。今でも、油断した時に飛んでくるミラーフォースほど恐ろしいものはありません。あなたも、まんまとミラーフォースを決めてやった時には、渾身のドヤ顔を添えて言ってやりましょう。はっきり言うぜ、ハガ。お前、弱いだろ。ショットガンシャッフルは、カードを痛めるぜ。ショットガンシャッフルとは、音が出るくらい激しくシャッフルすることであり、全世界のデュエリストが忌み嫌い憎悪を募らせる行為です。ショットガンシャッフルを断罪するときに使いましょう。何のことだ？まるで意味がわからんぞ！理解の及ばない出来事が起こった場合に使いましょう。伝説って？ああ、遊戯王 GX の主人公ジューダイと、後にライバルとなるヨハンが出会ったときの会話です。こんなところにいたのか。よう！ん？そいつ、ルビーっていうのか？ああ、こいつはカーバンクルのルビー。カーバンクル？伝説上の生き物さ。伝説って？ああ、それって羽繰り棒？キリキリー。おはや説明は不要でしょう。つまりはそういうことです。伝説とは何かを問われたとき、アート返すのがデュエリストのマナーです。つまり、伝説って？いかがだったでしょうか。あなたも今日から、日常生活に遊戯王語録を取り込んで、充実したデュエリスト生活を送ってください。ご視聴ありがとうございました。